ヒラノ仕のインスタ投稿が社会福祉に波及。ファンの力で、みんなのレモネードが小2眼支援に大きな一助。ヒラノ仕の偶然の投稿が社会貢献につながる。芸能界の若手俳優で、かつて、キング、プリンスのメンバーだったヒラノ仕が、7月30日にインスタグラムを更新。しかし、その投稿が予想外の方向に進み、社会福祉に多大な影響を与えている。一体、 平野のインスタ投稿がどのような波紋を広げ、小児がん支援にどのような影響を与えているのか、詳しく見ていこう。平野のインスタ投稿から始まった、みんなのレモネード、ブーム。平野は、写真とともに、皆さんいかがお過ごしですか夏、暑すぎませんか昔こんなに暑くなかったですよね。この涼しそうな僕を見て涼んでください。体調を気をつけてとのコメントを添え。 カフェでレモネードを飲んでいる様子を公開した。白の T シャツにジーンズ、白のスニーカーというラフなスタイルで、自然体な平野の様子に多くのファンが反応した。しかし、この投稿が予測できない形で波及した。平野ファンたちの中で、レモネード欲が刺激され、特に8月1日に発売されたファミリーマートの、みんなのレモネードが飛ぶように売れている。なんと、この商品は小児眼啓発を行う団体。 一般社団法人、みんなのレモネードの会とのコラボ商品だった。その一部の売り上げが小児がん患者の子供たちを支援する団体に寄付されるという仕組みがある。みんなのレモネードの会が実感する平野効果。この展開によって、一躍脚光を浴びたのが、一般社団法人、みんなのレモネードの会だ。同団体は、平野ファンが、みんなのレモネードを購入し、シェアすることで支援の輪が広がり。 小児がん患者たちへの助けに繋がっていることに感謝の意を示している。x q ツイッターに投稿されたコメントによれば、平野紫耀さんのファンの皆様が、みんなのレモネードを買ってくださったり、シェアしてくださったり、いろんな偶然が重なって、こうやってつながりができて、支援しんしていただくことはとても嬉しい限りです。原文のままとの言葉が見られる。平野の投稿によって、ファン同士がつながり、 支援の意識が高まっている様子が伺える。平野潮が開く新たな社会貢献の可能性。平野潮が偶然にして起こしたこの波紋は、単なる商品の売れ行きを超え、社会貢献に大きな一石を投じている。特に、平野のコメントにあるように、彼の投稿に触発されてファン同士が結束し、支援の輪が広がっている点が注目されるべきだ。このような展開は芸能関係者たちにも関心をもたらし、 平野に対する期待が高まっている。小児がん支援の新たな形、一人24時間テレビ。平野の行動は、伝統的な形で行われる、24時間テレビとは異なる新たな形の支援活動と言える。彼の一つのインスタ投稿が、商品の販売を通じて小児がん患者たちに寄付され、広く多くの人々が参加する形となった。これは一般の人々が気軽に参加でき、広範な支援が生まれる可能性がある。 結論、ヒラノ仕様のインスタ投稿が広げた新たな社会貢献の波。ヒラノ仕様のインスタ投稿が、彼自身が想像しなかった形で社会貢献につながった。彼の自然体な姿勢とフ動ンの結束が、小児眼支援の新たな形を作り出した。商品の売り上げを通じて得られた支援は、一般の人々が気軽に参加できる形態であり、これが今後も広がっていくことが期待される。ヒラノ仕様の一投稿が、 社会福祉に対する新たな可能性を提示した瞬間である。